はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、期限速報4月12日版をやらせていただきます。まずはいよいよ八冠まであと8勝と迫りました。藤井七冠の直近の対局スケジュールから見ていきます。8月4日、王座戦挑戦者決定戦、豊島九段との対戦が決まりました。これに勝てば八冠目のタイトル、王座に挑戦できるという非常に大きな一番となります。もし敗れてしまいますと、七冠すべて防衛した上で、再び来年王座に挑戦しないといけないということで、極めて困難な道のりとなります。果たして豊島九段に勝って八冠への挑戦を決めることができるかどうか注目でございます。また NHK 杯戦は出口六段との対戦、放送日は未定で、そして7月13、14、木曜日と金曜日、王位戦第2局、佐々木七段戦が行われます。まず先に勝ちましたので、あと3勝で防衛となります。そして7月15日土曜日、いよいよチーム藤井がアベマ E リーグに登場となります。チーム千田との対戦となりました。そして7月18日火曜日、棋聖戦第4局、今2勝1敗ですので、勝てば防衛となります。もし敗れますと、8月1日2勝2敗で最終局、棋聖戦第5局行われます。そして7月22、こちらもチーム藤井の登場が確定しておりまして、チーム渡辺対チーム藤井で対戦となります。そして7月25、26、火曜日、水曜日、ここからの王位戦はすべて火曜日と水曜日の日程で組まれております。王位戦第3局、8月1日は、もしあれば棋聖戦第5局、そして8月15、16、王位戦第4局、ここまでが確定しておりまして、もし4局で決着がつけば、22、23、そして9月5日、6日、第5局からは行われないと、そういった形になります。そして9月9日土曜日、JT 杯、藤井七冠は1回戦シードで2回戦からの登場、菅井八段との対戦が決まりました。2連覇なるかどうか注目ですね。そして10月6日、7日、金曜日、土曜日、両戦の日程もすでに第7局まで決まっております。挑戦者はまだ未定となっておりますが、今のところ伊藤匠六段が出口六段、そして大石七段、そして広瀬八段を破る快進撃となっております。果たして5組優勝者初の長決三番勝負進出なるかどうか注目です。次の相手は1組4位の丸山九段、もし勝てば1組優勝の稲葉八段と戦いまして、あと2連勝で長決三番勝負に出られるというところまで来ました。まあ、こうなったら、ぜひ伊藤六段の竜王戦ドリーム見てみたいですね。そして B ブロック。こちらはいきなり永瀬王座対豊島九段という、まあ、挑戦者決定戦のような好カードが組まれまして、その勝者が羽生九段対三浦九段戦の勝者と対戦するということになりました。羽生九段は挑戦まであと4勝となっております。次の相手は三浦九段となっておりますが、果たして羽生九段が挑戦できるかどうか注目でございます。続きまして、王座戦、こちらは先ほど申し上げましたが、藤井七冠は中川八段、そして村田六段戦は村田システムに大苦戦するも、最後大逆転で勝利、そして羽生九段相手に危なげなく勝ちまして、これで長決進出。豊島九段は本田六段戦、なんと先手で三間飛車を採用して勝ちまして、2回戦斎藤八段戦は居飛車、渡辺九段戦も居飛車で来ておりますが、もしかしたら豊島九段、長決に振り飛車で臨む可能性も十分あると思います。続きまして、こちらですね。アベマおさらいしていきたいと思います。まず A リーグはチーム永瀬とチーム稲葉が決勝進出、 B リーグはチーム羽生、チーム斎藤が決勝進出、 C リーグ天彦広瀬が決勝進出、そして D リーグはチーム安光とチーム糸谷が決勝進出、そしてチーム E リーグですが、まずチーム千田がチーム渡辺に5勝4敗でギリギリの勝利を収めました。チーム千田は7月15日、チーム藤井に勝てば決勝トーナメント進出ということになります。続きまして、連勝勝率ランキング見ていきます。藤井七冠は8割1分2厘、13勝3敗、あれだけ強敵が続く中で、定位置の8割を確保しております。果たして7年連続の勝率8割以上なるかどうか注目でございます。そして藤本渚四段、アベマトーナメントでも渡辺当時の名人や佐々木大地八段を倒して話題になりましたが、
公式戦の方でも11勝1敗と絶好調となっております。まあ、間違いなく、次のタイトルを狙える逸材、現在まだ17歳の高校生でございます。本当にすごいですね。続きまして対局数勝ち数ランキング見ていきたいと思います。藤井七冠と棋聖戦と王位戦で戦っている佐々木大地七段が、対局数18局、勝ち数は14勝で、2冠となっておりますが、藤井七冠が、3位につけて追い上げると、そういう展開になっております。続きまして、棋王戦見ていきたいと思います。まず本日行われていた対局ですが、八代七段が A 級棋士の稲葉八段に快勝して、2回戦に駒を進めました。次は豊島九段対近藤七段戦の勝者と対戦となります。そして右上注目の羽生九段は1回戦千田七段対佐々木大地七段戦の勝者と対戦が決まりました。そして下に行きまして渡辺名人となってますが、今九段になりました。渡辺九段は澤田七段対本田六段戦の勝者と対戦となります。そして永瀬王座は1回戦遠山六段との対戦が決まりました。左の山に行きますと、屋敷九段が高田四段を倒し、次は天彦九段と、そして糸谷八段と佐々木勇気八段の対局が決まっているという形になっております。続きまして、順位戦見ていきます。まず A 級順位戦は、広瀬八段、豊島九段、菅井八段、天彦九段、佐々木勇気八段が1勝0敗、幸先のいいスタートとなりました。まあ、ちょっと渡辺九段と永瀬王座が揃って敗れたのは波乱といったところでしょうか。また斉藤八段も、A 級順位戦2期連続で名人挑戦したこともあって安定感抜群なんですが、まあ、この3人が敗れたというのは個人的に非常に驚きました。今期の挑戦権争いが早くも読めなくなってきました。続きまして B 級1組見ていきたいと思います。糸谷八段、澤田七段、千田七段、そして増田七段が2勝0敗、三浦九段が2回戦抜け番で1勝0敗。今のところこの5人が無傷となっております。羽生九段は澤田七段に敗れ、痛い1敗で大きく後退となりましたが、まあ、ここから挽回できるかどうか注目です。次は4月27日に一斉対局行われます。続きまして B 級2組、久保九段、丸山九段のベテラン勢が意地を見せました。そして上位の村山七段や戸辺九段、高崎七段、さらに谷川17世名人も勝利しておりまして、こちらも昇級レース誰が昇級するか注目ですね。また昇級組は石井六段が丸山九段に敗れ、青嶋六段と渡辺六段は勝利となりました。連続昇級なるかどうか注目です。続きまして C 級1組は、都成七段、宮田七段、仙崎九段、西田五段、斉藤五段、服部六段、そして古賀五段、さらに高橋九段ですね。2連勝スタートとなりました。ベテランのうつ病九段でおなじみの仙崎九段、そして高橋九段。高橋九段も2期前に本当に惜しいところまで行っていたんで、今期また昇級争いに絡み続けられるかどうか注目です。この3回戦の仙崎高橋戦ですね、個人的に注目しております。次は8月1日に一斉対局行われます。また個人的に昇級候補と見ております服部六段や古賀五段の昇級組は順調に2連勝スタートとなりました。続きまして C 級2組、こちらは八代七段、富田四段が2連勝、そして佐々木大地七段、まあさすがに佐々木七段の実力で C 級2組っていうのはちょっとね、まだ違和感を感じる人が非常に多いようです。果たして今期こそ上がれるかどうか注目ですね。続きまして叡王戦九段予選 C ブロック見ていきます。羽生九段が三浦九段に快勝して2回戦に駒を進めました。レーティング通り順当にいきますと羽生九段対豊島九段の決勝戦となりそうですが、果たして誰が決勝トーナメントに進出するのか、こちらも大注目ですね。続きまして女流タイトル棋戦概要見ていきます。こちらはまず清麗戦、本日行われておりました。里見清麗が西山挑戦者に快勝、第2局は7月25日に行われます。白麗戦は西山三冠が挑戦決定ということで、まあ、この色分けをご覧いただくとお分かりいただけると思うんですが、里見五冠対西山三冠、この2人が完全に主導権を握る、そんな女流棋界となっております。果たしてそこに今井一休とか、磯谷初段、内山一休、木村一休らフレッシュな顔ぶれがどこまで絡めるのか
注目しております。続きまして三段リーグ見ていきます。現在山下三段、もし今季上がれば史上6人目の中学生棋士となります山下三段が7勝3敗で、好位置につけております。まあ、ちょっと上位陣がまだたくさんいるので、山下三段、ここから上位2名に食い込まないと昇段はできないんですが、果たして7勝3敗からどこまで上げていけるか注目ですね。でポイントとしましては、やはり山下三段と同じ7勝3敗の関三段、そしてやはり山下三段と同じ7勝3敗の斉藤三段、そして池垣三段ですね、この3人と当たっておりますので、この直接対決でどこまで勝てるか、この辺も注目ポイントとなると思います。まあ、ここから残り8戦を全勝でいけば15勝3敗でかなり高い確率で昇段できると思いますが、さすがに全勝っていうのは難しいと思うので、そうですね、7勝1敗もしくはここから6勝2敗でまとめて13勝5敗フィニッシュぐらいであれば、十分、昇段の可能性あると思います。果たして中学生棋士、史上6人目の中学生棋士が誕生なるかどうか大注目で見ていきたいと思います。また女性三段で注目されている中三段は現在5勝5敗となっております。続きまして8大棋戦概要を見ていきたいと思います。まず王座戦はいよいよ8月4日藤井七冠対豊島九段で挑戦者決定戦を行われることとなりました。そして王位戦は藤井王位が先勝、7月13、14に第2局となっております。そして棋聖戦は藤井棋聖が2勝1敗と佐々木大地七段相手にいよいよあと1勝で防衛というところまで来ました。7月18日に第4局が行われます。そして竜王戦は先ほどご覧いただいたように羽生九段や稲葉八段、安光九段らが決勝トーナメント進出決定、そして今伊藤匠六段が快進撃を続けているという形になっております。続きまして注目の対局見ていきます。7月12日清麗戦第1局里見清麗対西山女流戦は里見清麗が勝利、棋王戦決勝トーナメント稲葉八代戦は八代七段が勝利で、7月13、14、木曜日と金曜日で藤井王位対佐々木大地七段戦が予定されておりまして、で7月13日木曜日は竜王戦決勝トーナメント永瀬王座対豊島九段の大注目の対局も組まれております。そして C 級2組順位戦一斉対局で、7月14日、金曜日竜王戦決勝トーナメント丸山九段対伊藤匠六段、果たして伊藤六段の竜王戦ドリームどこまで続くでしょうか。で16日 NHK 杯戦佐々木大地七段対服部六段の、こちらも大注目のカードが組まれております。またこの間に非公式戦ではありますが7月15日アベマトーナメントですね、チーム藤井対チーム千田の大注目の戦いも行われます。そして7月17日月曜日は竜王戦決勝トーナメント羽生九段対三浦九段、そして7月18日火曜日は棋聖戦第4局藤井棋聖対佐々木大地七段戦で、棋王戦決勝トーナメント広瀬八段対小森五段、棋王戦決勝トーナメント同じく、豊島九段対近藤七段戦が組まれているという状況になっております。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。